はい、皆さんこんにちは。郷原信雄の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。382回なんですが、さあ今日のタイトルなんですけれども、松本人志 vs 文春訴訟取り下げで決着の理由、元週刊朝日編集長俺の見方ということで、いつもね僕が郷原さんにいろいろ解説を聞くんですけれども、今日はね、うん、あんまり権力は切らないんですよ。切らないね。ただ非常にその話題になって注目をされて、はい、社会の関心を集めてるんで、うん、この松本人志、はい、まあ、大変人気のあるね、うん、タレントが、うん、文春の記事で、うん、性加害だと言われて、それに対して大反発して訴訟を起こして名誉毀損だと言って、今訴訟がずっとこう注目を集めてたのが、取り下げ、訴訟取り下げで決着というのは一体これどういうことだろうか、見方も分かれてるわけですよ。その文春側に有利に見る見方と、松本氏側に有利な見方と、まあそこで今日は元週刊朝日編集長の山口さんに、そういういろんなことがあったと思うんで、週刊朝日でもそういう経験を踏まえて、今回のこの取り下げ決着をどう見るか、お話を聞かせてもらおうと。逆にいやー、そういう緊張しちゃいますね、これね、はい、弁護士先生の前でねそういう話をするまあ確かにね、郷原さんが紹介していただいたようにね、もう週刊誌記者はもう30数年やってきたんで、週刊誌って常にその名誉毀損訴訟と背中合わせで、まあ仕事をしているような現場なんで、まあ、いつもそんなことを考えてるわけですよ。で、まあ、いわゆる副編集長デスクになってからは、まあ、危機管理の担当の副編だったし、まあ、それから編集長になってからは当然もうあの当事者として被告になるケースはまあ何回かありました。でもちろん和解になったり、今回のように取り下げてもらったっていうこともまあいろいろあるんで、まあ、実務はすごく、よく見てきたつもりでいます。でさっき言った今これあのニュースになって、もう本当にすごいですね、もうスポーツ紙も全部こんな出てて、一般新聞にまで出てるってのはなかなかこんな、ね、名誉毀損訴訟でこんなでかい、記事になるって珍しいんですけれども、まあ大体がですね、まあ松本さんの、まあ、味方、松本さん側に立つで、週刊文春側に立つっていうような、こうどっちかというと二分して、うん、で両方とも勝った全面勝とかね、うん、要するに特に松本さんに対してはね、自分で訴えといて取り下げてなんだみたいな、まあ、論調っていうのがまあかなり多かったりもするんですけれども、まあ、こう実務を見てきた僕からすると、あの発表されたコメントとかね、こう見るとなんか胃が痛くなるようなこれはね、相当両方ともね、こう譲れない一線をどう守るかっていうところをやって、ギリギリのところの妥協でまあ両者合意したわけですよ。合意して一応世間に訴えてるっていうのが、まあ、今日だと思うんですね。いろいろね、その、まあ、X の投稿とかいろいろ見てて一番大きく誤解があるっていうのは、松本さんが、まあ、当然手続きとしては松本さんが訴えた訴訟なんで、松本さんが取り下げないと裁判は終わらないんですよ。なので松本さんが取り下げたと、つまり振り上げた拳を下ろしもしないでなんかこうしまっちゃったみたいなので、そういう印象が多分郷原さんも、そうですね、原告が訴訟を取り下げたといえば、基本的に原告が旗色が悪くなって、これはこのまま突っ張っても敗訴だと、請求棄却だということで取り下げたっていうのはまあ一般的な見方ですね。一般的にそうですよね、まあ、そういう意味で言うと文春側のまあ印象操作っていうかはとても成功してると思います。ただあの一つのポイントは、もうこれも釈迦に説法ですけれども、民事訴訟をね訴えておいて、で勝手に取り下げはできないんですよ、同意が必要です。そうです相手方の、そうです、週刊文春側の、まあ、文藝春秋と、まあ、編集長が訴えられたのかな、法人としての文藝春秋と、この相手方の合意が必要だということと、あのコメント見れば分かるんですけども、関係者と協議を続けてきましたって書いてあるじゃないですか、あれ別に松本さんが松本さん の、あのまあ代理人の方弁護士と、あるいはその吉本興業とかと勝手に協議をしたんではなくて、当然ですけれども文春側と松本さん側が協議をした結果、今回は取り下げで裁判を終結させましょうという、まあ、確かにもし原告側がもう全然立証できない、このままじゃもう請求棄却で負けるという状況の取り下げであれば、被告側はいや判決もらいたいと、
はいはい、もう原告敗訴の判決をもらいたいと、その方が自分たちは正しいっていうことが表に出るわけですからということになるのが、まあ、むしろ自然な成り行きなんですね。普通はですよ、うん、なんかまあ例えば損害賠償請求の場合は訴えた人が、うん、要するにその訴えの中身を立証しなきゃいけないんですよ。そこなんです。ところがこれがねもう本当に苦労したんですよそう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 名誉毀損訴訟の場合は日本はです、うん、日本は訴えられたメディア側が基本的にもう書いた時点で名誉毀損が成立するんですね。その代わりその記事は公共性と公益性があって、うん、かつ記事が真実か真実で、真実を信じるにつき相当な理由がある、真実相当性真実性をメディア側が証明できると名誉毀損を勘弁してもらえるっていう。だからそういう意味では、うん、その主張立証の責任が逆転してるんですね。そうなんです、一般の訴訟とは、はいはい、だから通常は原告が全面的に立証責任を負うから、はい、で原告側も証拠が十分出せないんだったら敗訴判決もらうことになるから被告側は同意しないでそのまま判決もらおうっていうことになって不思議じゃないんだけども、ところがこの名誉毀損の場合はもう記事が出てる以上は名誉毀損行為自体はあると、でそれについての真実相当性とかね公益性とかをこの被告側が立証しないといけないからということは、被告側が十分立証できてこれは請求棄却になるという、はい、そういう自信があるケースであれば、うん、判決でいいっていうことがあるんだけども、やはりそこがそうではないからこそ、うん、必ずしもそうではないからこそ、はい、被告側もいろいろ話し合って、うん、こういう解決をする余地があったということですよね。だから文春が本当にこれあの立証できるんであれば、要するに勝てるという見込みが強ければ合意なんかしませんよね。ですよね、ということで、まあ、っていうのが まず言ってるんです、うん、なので両者で話し合って、まあ、それぞれに多分都合とか思惑とかいろんな事情があって、うん、松本さんだとやっぱこうね長く休業してるとねその事務所っていうか会社はこうビジネスにならないわけですから、やっぱり早く復帰してほしいっていうのは当然あるだろうし、うん、で文春側でね多分ねその現場で取材してる人と、うん、まあ、デスクや編集長やさらにその会社の上の人とで随分このいつも僕も経験してますけど温度差があるわけですよ。当然現場で近ければ近いほどねこれ絶対記事には自信があるんだから白黒決着つけてくれみたいなことになるんだけども、例えば弁護士さん代理人の弁護士さんがよく見てみるとねちょっとこう難しいよって言ってくれたりとか、まあ、そういうようなことが分かりませんよ、うん、一応推測される範囲で言うといろいろなことがあって、でもうとにかく裁判を終わらせようと、うん、判決をもらわない形で終わらせようという、うん、のが、まあ、松本さんと文春と両方で話し合って決まったことだというのが大前提です。で問題はこの決着によって今後どうなるかっていうことなんですよね、うん、それは松本氏側としてはこの決着っていうのは必ずしも自分が全面的に負けたわけじゃないという、まあ、今の山口さんが推測しているようなことをできるだけこう世の中に訴えたいじゃないですか。そうですね、うん、いや本当はこれはもう文春側の証拠がなかったんだと、はいはいはい、こっちは実質勝ったんだというふうに言いたいでしょう、うん、まあそうでしょうね、あんまりそうも言ってないわけですよ、うんうん、そうなんですよ、あんまりはっきり言ってない。で文春側はいやもう取り下げなんだと、もう向こうが負けを認めたんだって言いたいだろうけど、そうも言ってないわけですね。なんかねそこがねきっとねあの文言一つ一つをねこうねこう吟味チェックしながらこうやったっていうね、うん、僕もやったことありますけどね、うん、これ胃が痛いね、うん、作業を経てるんだと思います。だから松本さんはまあ当たり前ですけどあの別にお金が欲しくてやったわけじゃなくて、うん、要するにそういうことは僕はやってないよと、うん、無理やりそういうその性行為なんていうことはやってないよっていうのが松本さんが絶対譲れない、うん、とこだったし、週刊文春の文春の方はもう文春ブランドっていうかねやっぱ記事が間違いであったっていうことはやっぱ1ミリも認めたくないという、うん、まあ、その中で一生懸命やって、で松本さんが獲得しているのはコメントの中に、だからつまり松本さんの側のコメントっていうのは文春側が了解しているコメントなんですよ、うん、で文春側のコメントは松本さん側も了解しているコメントなんですよ、うん、でこれをこう詰めていくんですよ、うん、そこが胃が痛くなる作業なんですけども、松本さん側のコメントの中で言うと、うん、要するに、物的証拠がなかったということを確認したと、うん、これはつまり文春も認めてるわけですよ、証拠がなかったということ。まあそれによって松本さんとしては証拠がないことを認め、本当は松本さんは記事を削除とか
記事を訂正しろとか、記事に対して謝罪を出せっていうのが、まあ、一番な最大勝利ですけども、まあでもね、証拠がなかったって認めたから、まあ、だから物的証拠がなくても、うん、その被害者とされる英子さんですか、はいはい、うんうん、証人尋問を行って立証する余地はあるわけ、もちろんもちろん、あとは見通しですね、それでどっちが勝つのかということに関して、少なくとも物的な証拠によってがっちり立証できるような話でなかったということは、もうこれはもう両方が合意したってことですね。だから立証できるかどうかが、勝訴の見積もりがね、そうそうそう、ちょっと不明だったってことですよ、うん、ちょっと不明だったということで、うん、鉄板勝てると思ったら合意しませんよ、うん、普通は。でそれとは、と郷原さんがおっしゃったように、松本さんがね、その要するに証拠がないことを文書に認めさせたということを、当然それでそういう、そのなんだ、あのいわゆるこの、裁判外での和解にあたると思うんですけども、この和解についてのいろんなことが約束されてると思うんですよ、うん、そうだ、もう一個大事なこと言うの忘れた、つまりこの取り下げはどっちが言い出したのかっていうのが全然書いてないじゃないですか、うん、両方のコメントに。これは多分これから先もどっちも言わないだろうし、うん、あの永遠に闇の中です、うん、もしかしたら文春の方が松本さんの方に取り下げてくれって言ったのかもしれないし、松本さんの方からもう裁判やめたいから俺取り下げるわって言ったのかもしれないし、これは分からないんです。ただ分からないっていうことが大事なんですよね。でさらに発表された文言以外にも、これ弁護士さんだから当たり前ですが、で和解のための合意書みたいな、当然書面で ねやり取りするわけじゃないですか、そこに何が書かれているかってことなんですよ、うん、で小原さんおっしゃったように、もし松本さん側が全面的に勝ったんだとしたらね、ほら見てみろとね、事実向こうが証明されて、文春だってあの取り下げに合意したやんかっていうのを X でつぶやいても不思議じゃないんですけど、つぶやいてないじゃないですか、うん、で同じように文春のコメントも、我々の主張が認められたっていうのはもう一言も書いてなかったし、うん、もっと言うと、あのそういう約束がなければね、もう来週号の文春の記事は本紙だけが書ける、松本人志訴訟取り下げの舞台裏みたいなことやったら、これは完売ですよ、うん、でも多分やらないと思うな、うん、これがやるかどうかっていう、来週の週刊文春を見ると、まあ、どういう合意だったのかなっていうのはなんとなく分かるかな、見えてくるかなっていう感じしますけどね。問題はおそらく松本氏側としては、これで早期決着を図って吉本での仕事に復帰したいわけでしょ、またテレビに出るとということを考えてるわけですよね今、うん、それはあの松本さんっていうよりは、その吉本っていうか会社、うん、会社をとにかく早く復帰してほしい、うん、だからそれさえうまくいけば、うん、まあ細かいことはこだわらないっていうことだったかもしれない。そうです、違うとしては絶対に守りたかったのが、あの証拠がなかったっていう、うん、なんでしょうね、うん、でただ今の段階では、そんな、なんだ自分で訴訟を起こしておいて取り下げといて、うん、それでテレビなんか戻るなんて、そうですね、っていう意見はありますよね、はいはいはい、もちろんもちろんもちろん、それは今はそういう意見はあるけども、うん、まあ次第にそれはフェードアウトしていくだろうという見通しでやってるんですよね、うん、多分松本氏は、あ多分ね、はいはいはい、ね、まあ、その通りいくかどうかわからない、はいはい、いくかどうかわからない、まあでもとりあえずはお笑いの舞台とか現場に復帰して、うん、まあ、それがさらにテレビっていうかね、パブリックなものになっていく、多分ステップバイステップだと思いますけどね。でも小原さんおっしゃってるように、それが世間に受け入れられるかどうかっていうのはこれからで、おっしゃる通りで、なんとなく今日は松本さんが訴えたのに自分で取り下げてっていう世論がなんとなく多いように感じるんですけども、僕はつまりこれ松本の勝ちでもなければ文春の勝ちでもなくて、両方とももう本当に神経をすり減らすような交渉の結果、一応ここにあの取り下げる、松本さんが取り下げるってことで文春も合意したと、ここしか落としどころがなかったと、それが元週刊朝日編集長の見方と いうことですね。なかなかね、厳しい、やっぱね、あれだけ注目され、記事も注目されたし、訴訟も注目されるとね、いや多分相当関係者は胃が痛かったんじゃないかな、胃が痛い思いを思い出したと いうことですね。早々に引退しておいてよかったですよ、はい、今日はですね、私が解説するというなんかどうも恥ずかしいなみたいな感じだったんですけども、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回。